キャットは、避難所において、福祉的なニーズが必要な方を、いろいろと、聞き取りをやりまして、でそこで聞き取りをやった結果を、スクリーニングを調査して、で必要な、施設であったりとかですね、あとは、施設の支援が必要な方 の、しっかり支援に、つなげていこうという、そういったことで行っております。キャットは1回の活動が4人から6人のメンバーで活動いたします。でその活動の方はですね、資格を持った社会福祉士の方ですとか、あるいは介護福祉士の方、そういった資格を持った方が専門的な相談に乗って、で避難している方にとって何が必要なのか、そういったところを見極めて支援につなげていく、そういった活動になります。一昨年に G-CAT の研修を受けまして、で去年も講義の募集を受けたんですけど、こういった実地の訓練は初めてなので、やっぱこういうもし何かあった時に対応できるようになるので、こういった研修に参加しました。多分いざとなったらスムーズに動けないと思うけど、その時のとにかくやっぱり対処法とか対応法とかっていうのを覚えてきたいと思ってます。まずお話をですね、要配慮者の方に、聞かせていただくっていうところですね。まず聞き取り調査ということで、どんなニーズがあるのかですね、どんなことで困って見えるのか、そういったことを積極的にですね、お話を聞かせていただくというのが、福祉のチームである D-CAT の役割かなと思っています、あくまでも福祉のチームですので、医療ポイントはできませんので、そういった手前のですね、実際にその方のニーズの把握ですね、あとは、細かな情報収集ですね、そういったところが一番のポイントになってくると思います。何聞いていいのかわからない、何をこうアンセスメントしていいのかもわからないので、やっぱこういうのは練習っていうのかね、やっぱそういうふうにしていかないとやっぱりダメじゃないかなっていうふうに思いましたね。思ったよりもキャッチボールができなかったり、あと雑音が入ってきてこっちの気が散っちゃったりとか、なんか実際はもっと難しいんだろうなっていう、そういう意味ではこの練習とはこのざわついた中でやれたらとても大きいなと思います。私自身看護師なので、やっぱりこういうところで慢性の病気を持った人とか、あと介護者の介護する人のこととかも合わせて、いろいろ話を聞いて伺っていかないといけないなと思います。今台本があるからなんとなく情報が自分も分かってるから話がどんどん進んでいくけど、実際本当にそこで聞き逃すと全部アートに続くので、聞くっていうことで自分の言葉をしっかり伝えるっていうことが大事だなと実感しました。